ソニーアルファ7 s 3の僕のカスタムキーの設定と使えるなと思う機能を紹介していきたいと思いますどうもみなさんこんにちは映像クリエイターの石田内です今日の動画ではソニーアルファ7 s 3で僕のカスタムキーの設定についてお話をしていきたいと思います そして、まあ、こんな機能を登録しておけば結構便利ですよというお話もしていきたいと思いますので、まあ、最後まで見ていただければと思いますもしこのチャンネルが初めての方がいましたら映像の制作についてお話ししていますので是非、まあ、今日は α7S3 のカスタム機能設定なんですけども α7S3 とかその他ソニーのカメラでも設定できる機能がほとんどだと思うので是非、まあ、参考にしていただければと思いますじゃあそれではいってみましょう それではまずこの上の C2 というカスタム2のボタンなんですけどここにはあのピント拡大っていうのを入れてますねで。マニュアルフォーカスにした時にあのピーキングと呼ばれてその赤いマークが出てくるんですけども一応それを見ても当てにならないことも結構あってでそういった場合にこうピントを拡大してでちゃんとフォーカスが合ってるかどうかっていうのを確認するようにしてます。そのの機能はやっぱ結構すすぐ使使う必要があるのでちょっと使いやすい。や あのシャッターボタンの横に設定してますね。で次にえっ、ー、とこの真ん中の部分ですね。この C1 というボタンには、まあ、ここには手ブレ補正についてのボタンを入れてます。でアルファ 7S3 だと手ブレ補正でえっ、ー、とアクティブとスタンダードとオフがあります。でまあ僕はどうやって使い分けてるかというとジンバルに乗せてるときは基本的にスタンダードにしてます。 でこのスタンダードにしていくとある程度こう弱い細かいブレみたいの吸収してくれるので、まあ、僕はジンバルに乗せる時はこのスタンダードの手ブレ補正をいつもオンにしています。で手持ちに切り替えた時には結構やっぱ手で持って僕はカメラをこう動かしたりするので,でそういう時にはあの手ブレ補正をアクティブモードに切り替えてます。でアクティブモードだとちょっと若干クロップされてズームがかかっちゃうんですけど、まあ、その分こう。 手ブレの補正がより強力にかかるので、手ブレでよりこう。カメラがブレやすい。シチュエーションの時にはあのアクティブ補正をオンにしてますね。で、その次にえっ、ー、と左端のカスタムボタン3ですね。で、このカスタムボタン c3 のボタンにはオートフォーカスとマニュアルの切り替えるボタンを押しています。メニューの中で最良し af。 mf 切りり替えといいう,うに書いてありますでこの機能すごく便利なので是非入れておいていただければと思います。でこれはどういうことかというとこうボタン1つ押すだけでオートフォーカスからマニュアルフォーカスに瞬時に切り替わります。でこれ何がいいかっていうとソニーのカメラはすごくオートフォーカスが優秀なんですけど完璧ではないんですね。で どうしてもそのオートフォーカスがうまくいかない場合にはやっぱこうすぐマニュアルに切り替えて僕の場合だと手動でフォーカスを設定するようにしています。で例えば人の顔とか目がある場合とか、まあ、体全身がある場合とかはかなり早くフォーカスが人物にあったりするんですけど例えば手のクローズアップとかあと何か物とか動きのあるものとか結構ピントが合わないことも多いんですよね。でまたこう人を こうスライダーショットとかで撮っていていそのカメラと人の間に何か障害物があった場合とかに一回障害物を通っちゃうとこの障害物にフォーカスがあったりしてでボケちゃったりするんですねでそういった時にやっぱマニュアルフォーカスに切り替える必要があるので、まあ、僕はそれを使いやすいこの左の C さのボタンに入れてます。でそして、えー、と次にこのカスタムボタン4ゴイン箱のとこですけどここにはあの音量の設定ボタンを入れてますね。 でまあ、状況に合わせてあの音量を変える必要があるときにはここで変更していますやっぱ違ったマイクを使ったり違った環境だと、まあ、音量は都度変える必要があるので,でここで簡単にアクセスできるようにしていますで次にこの AEL というところには AEL 採用しという項目を入れていますでそれはどういうことかっていうと例えば ISO をオートにしている時とかあとはあの絞り優先モードシャッター優先モードで 動画を撮っている時にその明るさが変化した時に勝手にカメラが自動的にシャッタースピードとか iso を変えてで露出を変えてしまうんですねそういう時にまあ、完全にマニュアルで全てを固定したい時にはこの採用し ael というのを押すとまあ、露出がすべて固定されるのでまあ、マニュアルのモードを使っているのと同じことになるので素早くこうマニュアルの設定ができる というのでこの「採用し AEL」はまあ結構むちゃくちゃ便利だと思うのであのぜひ特に初心者の方であのマニュアル設定で結構いろいろ時間がかかっちゃうという方にはもうあの絞り優先とかシャッター速度優先のモードで撮影してで露出を固定しなきゃいけない時にはこの「採用し AEL」で固定してでそれで撮影するとすごくスムーズにいくと思います。次にここのマルチセレクターボタボンっていうんですかね でそのズームを使うと1.5倍まで倍率が拡大できるのでちょっと望遠が欲しいという時にはこの機能を使うようにしてますね。まあ、ただこの1.5倍を使うと、まあ、僕の感覚であのオートフォーカスとかすごい弱くなる感じなので、まあ、これはあの緊急の場合という感じですね。これだと あのフルサイズから APS-C に切り替えるボタンがあってそうすると、まあ、ボタン一つで簡単に1.5倍になってでしかもフォーカスもきっちりしてるっていうので、まあ、それは結構僕の中で神ファンクションだったんですけどもこの α 7 s III だと,ちょっと画素数がちょっとちっちゃいので,でその機能が使えないんで、まあ、一応ズームが必要になった場合のためにこの超解像度ズームというのをここのマルチセレクターボタンのとこに入れてます。 でそしてこの下のダイヤルの部分なんですけども、まあ、こちらは大体いい標準的で,で上のボタンのところにはディスプレイあの標準の切り替えを入れてますねでそして、ね、右側は ISO 感度でこれもそのままの設定で ISO 感度を入れてますで左側に関しては僕はここフォーカスエリアを入れてますでフォーカスエリアを今3つほど絞っていてでワイドで中央でそしてゾーンを入れてます でこれもシチュエーションによってあのう、ー、つ変更していますね。基本的にはワイドのフォーカスにしています。で状況によっては中央で。そしてもしなんかその自分がフォーカスしたい被写体が、まあ、画面の端とか横にいる場合には、まあ、ゾーンにしてでその画面の右側とかをフォーカスするようにしています。でそしてま下側にはあのー、ピクチャープロファイルを設定で入れています。 で基本的に今だと大体よく撮るのが PP11 の S シネトンで撮ってますで 20%30% ぐらいの撮影を PP8 の S ログ3で撮ってますで一応それがまあ切り替えやすいようにこれはコントロールボタンの下に置いてますでそしてこのダイヤルを回す部分に関しては色温度ケルビンチを入れてますでそうすると好みに合わせてマニュアルで,で細かくホワイトバランスの変更色温度の変更をできるようにしています で真ん中のボタンにはこれにはタッチ操作のオンオンフを入れてます α7S3 だとタッチ操作がまあむちゃくちゃ優秀で,でその画面のタッチしたところにオートフォーカスをトラッキングしてくれるので,で、まあ、被写体がいたらその被写体があの画面の前後に動いてもそのトラッキングをしてくれるので、まあ、すごくフォーカスがやっぱ優秀になりましたね。でその次にあのファンボタンのメニューについてちょっとお話ししていきますね。 ピーキング表示とピーキングレベルを一番左側に置いてます。ピーキング表示というのはそのマニュアルフォーカスにした時にこう基本的にはこう赤いラインとかで赤い点とかでどこにフォーカスが合うかっていうのが出てくるんですけども、まあ、これをオンオフできるようにしてます。そそしてピーキングレベルというのはそれがこう ハイとミドルとローで表せてて、でハイにするとよりこう赤いドットが出てきて、でローにするとそのピーキングポイントがま少しだけ出てくるというような具合ですね。で次にそのピーキングの横にあのゼブラの表示を置いてます。ゼブラレベルとゼブラ表示ですね。でゼブラの機能というのは例えば僕はその白飛びをしたくない場所にそのゼブラの設定をしています。 で例えば「95%」に設定しておくと空がが白くなりすすぎるとこにゼブラのマークが表示されます編集ソフトで,で色補正の「ルミナンス」というとこを見るとで色の値が0から100まであるんですね明るさの値が。でそこで100を超えると基本的に白飛びしちゃうので,でその100を超えない「95」というとこをゼブラで設定しています。 またピクチャープロファイルによってはこう人肌がこう65%ぐらいのあたりだと一番綺麗に見れるとか、まあ、そういったあのピクチャープロファイルによって違いがあるのでそうすると肌の部分にゼブラが来るようにゼブラを65%に設定してで肌に今露出があってますというような設定をできたりします。でこれもすぐオンオフできるようにファンボタンに入れてます。 でその横には S&Q モードのフレームレートの設定ボタンを入れてます。1フレームレートから α7S3 だと240まで設定できるのでこれを入れてます。 でこれが小さくなればなるほど、まあ、1フレーム2フレームとか4フレームだとタイムラプスができたりあとハイパーラプスをやるときにこう取っ手出しでもうすでにその効果が出てるので、まあ、そういったときに使用したり S&Q モードのみで240フレームまで取れるので,でそれを設定したいときにはあのこのボタンでやってますその下にあのオートフォーカス時の顔瞳優先のオンオフのボタンを入れてます でそして、まあ、その横がホワイトバランスとあとはピクチャープロファイルを入れていてでその横にマーカーカ表示というのを入れてますでこのマーカー表示も結構便利だと思っていてでこのマーカー表示のオンオフというのは、まあ、動画を撮る時は16対9なんですけども、まあ、時々その映像の中であのアスペクト比を変えたい時があるんですねもうちょっとその横長にしたい時に。でそうするとその自分が 下に横長に合わせてで上下を切らないんですけどその上下の場所に一応ラインが入ってくるのでそうするとま撮る時点でその横長のの構図を考えなががら撮影すすることができますでその下にはガンマ表示アシストというのを入れてますこれはログで撮影する時にその全体的に色が薄くなっちゃうんですね撮影している時点で。でそうするとその色の感覚がちょっとつかみにくいので,でそういった時にこの「ガンマ」表示アシストを使うとある程度色を乗せた状態で表示されます。 まあ、それでも撮って出てくる絵は、こう、色の薄い状態ですね。で、そして一番右側にオートフォーカスのトランジション速度と、あとは乗り移り感度というのを入れてます。で、これはどういうことかというと、オートフォーカスのトランジション速度というのは。まあ、ここのフォーカスとここのフォーカスで、こう、移り変わる時のスピードですね。で、これが例えば、ぼんやり移したいときは遅めにしたり。こう、パッて変わりたいときには、それを早くしてあげる、というような感じです。 でそれに対して乗り移り速度というのは、まあ、ここの A っていう人がいてここに B っていう人がいたらどこまで最初の人物にフォーカスがついてってどれぐらいいのタイミングでで切り替わるみたいな感じですね乗り移り速度が速いと他の被写体にピントがパッてずれてしまうことがありますね。 これも状況によって使いいいい分けたらいい機能だと思いますでこのトランジションの速さっていうのはこの代わりがどれだけのスピードで乗り移りの差というのはその A っていう車体から B という車体の粘り具合みたいな感じですねでこれちょっと説明するの難しいのでご自身で触られてあの試されたらいいかと思いますというわけで今日の動画ではソニー α7S3 の、まあ、僕が使っているカスタムキーの設定についてのお話でした。 でまあ、もしこの動画がお役に立てればぜひ高評価ボタンよろしくお願いしますそしてチャンネル登録まだの方はこのチャンネルでは映像に関する情報を発信しておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますもし何かコメントがあればぜひ下のコメント欄に書き込んでくださいそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ